それでは部屋の方を見てみましょう。部屋は3階の308という部屋です。まず入り口左手にはミニ庭園があります。ザ・平松京都は29室しかありませんけれども、このようなミニ庭園があるのは13室だそうです。いや、お部屋の方を見てみましょう。ここにスリッパがあります。いや、スリッパに履き替えます。そしてここにメインスイッチがあります。そしてまっすぐ歩くと、まずはこちらがトイレです。ここに洗面台があります。それさらに行くと、ここはクローゼットとなっています。これバスローブですね。バスローブがあります。そして自分の荷物が置いてあります。そしてその向かいに、こちらカップやグラス類、そしてミネラルウォーター、そしてコーヒーマシンなんかがあります。これはコーヒーのカプセルですね。そしてこちらが平松オリジナルのハーバルブレンドって書いてありますね。ハーバルブレンドグリーンティーダージェルって書いてあります。そして下を行くと、これワインオープナーですね。でこちらになぜか冷蔵庫があります。中を開けてみます。こんな感じです。ジュース、ペリエ、ミネラルウォーター、そしてこれ緑茶ですね。そしてこれがブドウジュースです。これすべて無料になってます。後で飲んでみることにします。それこちらにパジャマがあります。これもパジャマかな。これは何かな。これはあれ、ランドリーになってですね。そしてここにセーフティーボックスがあります。そしてここにルームがあります。ここに絵画があり、ここにテーブルがあります。でこれは緑茶ですね。ほうじ茶、そんで煎茶って書いてあります。これは何かな。お菓子って書いてありますね。こちらが、ベッドになります。気持ちよさそうです。そしてこちらにライトとかライトなんかあります。これこうやってしまえるんですね。こうやってしまえるんですね。でこちらに、テレビのリモコン、こちらが、消毒液になっています。これが手指消毒で、これが次亜塩素酸ですね。その隣に空気清浄機があります。で この扉なんかと言いますと、テレビになっております。ソニー製です。その隣にこちらがバスルームとなっております。鏡があります。拡大鏡があります。こちらが、アミニティですね。歯ブラシとかひげ剃りとかその他もろもろがあります。それこれは何かといったら、フェイス&ハンドソップって書いてあります。シンクはこんな感じです。それその下にバスタオル、そしてボディタオルなんかがあります。でこれヒノキリボンって書いてありまして、これお風呂に浮かべてヒノキの匂いを楽しむ
ものですね。そしてこちらが、多分これ美容セットだと思います。でこちらにボディーローションがあります。この隣にもタオル類が置いてあります。これは椅子ですね。でこちらがバスルームです。洗い場付きのバスになっております。こちらシャワーですね。それでハンドシャワー、レインシャワーがあります。こちらに、シャンプー、コンディショナー、ボディソープがあります。それが、お風呂の椅子ですね。こちらがバスタブになっております。このバスタブ、ジャグジー付きなんですね。ホテルでジャグジー付き初めてです。楽しみです。そしてこちらが書斎です。またデスクがあります。こんな感じです。これは何かと言いますと、オゾン層で菌を除去する機械です。そしてスピーカーがあり、電話があります。これラ・ルーチェって書いてありますけれども、これルームサービスだそうです。そしてこちらの引き出しはいろいろとあります。そしてこちらがくつろぐところですね。奥深いですね。ただし気をつけるのは、ここ段差になっているっていうのが気をつけることです。それとこちらの障子は、開けられませんのでご了承くださいっていうことです。以上、ルーム紹介でした。ご視聴ありがとうございました。